ごきげんよう。ごきげんよう。おはようございます。M8 招待の二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、あ、間違えた。M8 招待のじゃない方こと二等兵の友人屋です。T 隊長。隊長、隊長。M8 の方隊長でございます。なんですかそれは。いろいろありますよね、うん。生きてると。生きてると。今週の火曜日に一人で、まあ、ダイエットあのリバウンドを我慢して6年間続けてますよ、そろそろダイエットのことを語ってもいいだろうと思って、僕の中ではタイプ論とかと同じ本棚だと思ってたんですね。ライフハックじゃないですけど、人生をよく生きる秘訣みたいなので、プラスになるだろうと思って、であのタイプ論とかの動画をまあ、編集とかがちょっと間に合ってなかったので、はいはい、もうちょっとライブで、うん、あの二等兵の、うん、見せてもらおうか二等兵の実力をってやってみたんですよ。うんうん、でまあ誰か見てくださる方がいれば、うん、そのコメントくださる方がいれば、うんうん、コール&レスポンスで、うんうん、あの一人でもできるだろうと思ってやってみた、うんうん、まあ1時間10分ぐらいの動画ができたんですね。うんうん、あ、しめしめと、うん、できたできた、うん、ダイエットのことで喋れたし、うん、これはプラスの動画だから、うん、きっと寝て起きると、うん、まあ、2、3人また増えてるだろうと、うんうん、いつもと同じように、うん、増えてると思って寝るじゃないですか、うんうん、そしてパッて見て起きて、うん、見たところ、うん、その前の日が、うん、1207か8かだったんですね、うんうん、でパッて起きたら、うん、その下2桁が97だったんですよ、うんうん、であれ97になってる、昨日07だったよなとか思いながら、うんうんうん、ああ100人増えたやと思ったんです俺の動画で俺のダイエットの実力かと思って100人増えた、うん、まあ、寝ぼけ眼ですから、はいはい、ああ100人増えた、あれ、うんうん、10人減ってるじゃんって、うん、でツイッターに上げたんですね。隊長ごめんなさいって、うん、僕の動画のせいで10人減りましたってそしたらやっぱりあの、うん、サブチャンネルで上げた方がもいいかもしれないですねとかって言われて、うん、まあ分かんないですけどね。あ、だからうちの動画、はいはいはい、M8 が、はい、タイプ論チャンネルだと思われてるのであれば、はい、多分別チャンネルなんだろうな。あ、タイプ論専門の。タイプ論に特化したようなチャンネルだという認識を与えているのであれば、なるほど。だけどライフハックであれば、はい、多分いけると思うんですよ。どっちだと、どっち、僕はライフハックの部類だと思ってるんですけど、僕も、まあ、そっちで攻めていかないとネタが尽きるじゃないですか、はい、狭いですよね、なかなかっていうのはあって、ライフハックにしていけると一番いいのかなとは思ってます。だと、うん、だからいろんなのをやらなきゃいけない。そうで、僕の中では、うん、まあ、なんて言うんでしょう、M8 で J といえば僕じゃないですか。はい。J といえば。J といえば。はい。で、同じく芸能界の J こと、うん、千原ジュニアさんは、うん、自分の動画の中で好きなようにやるじゃないですか。うん、はいはい、はい、あの。キャンプも行く、ボクシングもやる、うんうんうん、大喜利もやる。うんうん、で、いろんなことやるのが、うん、チャンネルなんじゃないの？その、まあ、何を求めてるかじゃないですか。あ、ジュニアさんじゃないですからね、我々は。あ、なので、求めてるものがタイプ論って求められてるとすると、はい、離れていく可能性はあるじゃないですか。鬱陶しいんですかね、ポコンっていちいち二等兵が。興味ないものが出てくると鬱陶しい可能性はあるっていう。ダイエットでも、あの、そのダイエットに興味ない人いるじゃないですか、もともと痩せてる人とか。確かに、うん、そういう人はダイエットとか上がると、はい、それがなんかいろんなのが、はい、なんかもう日替わりでいろんなものが、なんかライフハックアニメーションとかあるじゃないですか。はい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 、あそこってなんかエニアグラムあったりとか、なんかいろんなものが、10分でエニアグラムが分かるかよとかって思うんですけど、で、あっちを求めてる人、いろんなものを広く浅く求めてる人とかだったら、はい、ポンポン上がってきても、あ、こんなのあるんだ、こんなのあるんだぐらいで。確かになんかその、うん、二等兵の独り言を上げちゃダメなんだろうなと思ってるんですね、うん、あ、でもダイエットなら OK だろうと思って。そうそう、日曜日の深夜に、うん、ちょっと今考えてるのが、うん、日曜日の深夜に、うん、寂しい人寄っておいでとあの、うん、グラビティってなんかよくツイッターで上がってくるんですね、うん、なんかアプリでしたっけ、アプリで、はいはいはい、なんか一人で寂しい人、うんうん、語り合おうみたいな、うんうんうん、っていうのを見てると、あ、うん、二等兵そこに需要ないかなとか思って、うんうん、っていうのを
考えていたんです、うんうん、でもまあその10人減ったっていうのがあるので、うんうん、考えなければとは思う。動画を撮った環境背景にも関係する。映えないって話。映えない、確かにあの屋根裏みたいなところでビジュアルの話で、一応ここでは僕あの、うん、なんて言うんでしょう、クリームシチューの上田さんに注意されて、うんうん、ジャケットを着ろって、うんうん、あの浪人生じゃないんだからさだから一応あの蝶ネクタイもしてと思う、うん、清掃と思ってるんですけど、この場では、うん、確かに。そうするとあんまり雰囲気も変わっちゃいけないって話ですかね。なるほど、うん、あと家で撮っちゃダメかもしれないですねあ、なんかまあいろいろ要因が重なってるのかもしれないですけどね。なるほど、うん、たまたまっていうのもあるじゃないですか、きっと。サブちゃんだと一からですね。サブちゃん、まあでもサブちゃんでやりますって言って、はい、うちで宣伝しとけば、はい、何人かは多分今、まあ、もこちゃんと友達さんと、今見てくださる方は普段見てくれてる人、はい、あ、だからこの間のダイエットのやつも来てくれた人何人か多分いるじゃないですか、はい、あの10人とか20人とか馴染みの人、馴染みの客が多分そういう人たちは来ますよ。サブちゃんですね。